どうも皆さんこんにちは、選挙4日目でございます。で実はね、昨日私そろそろここで演説のネタっていうと恐縮でネタを変えてですね、新しくするだって言ってたんですけれども、朝の第一発目の演説で新しいネタの原稿で話したらすごいなんかあれダメだって、これは完成度低いと思ってですね、今日一日は結局今まで使っていた第一声の時の原稿を使って話してまいりました。まあちょっとね、まあこういうこともありますよ。選挙なかなか思ってる通りにはいきません。でまた今日は本当に盛りだくさんで街頭演説、今福島みずほさんがね応援来てくださっていて、街頭演説をして民衆会をして、もちろん街頭宣伝もしてっていうことでやってまいりました。で今終わったところです。で帰ってきたらですね、ちょっとこれ手元に紙があるの分かりますでしょ。なんとこの候補者の点滴アンケートが届いていて、でこれアンケートって皆さん新聞を見ると候補者アンケートとか見ると思うんですよ。であれ、まあ当然答えてるだろうと思うと思うんですけど、それは一紙ならね、一紙ならいいんですよ。ところがもう本当に何紙も来るし、新聞どころじゃなくていろんな団体から私が大事に思っているこの問題についてアンケートに答えよう、いついつまで答えようって来るんです。でそれはいいんです。もちろんそれが自民主主義だし、大事な問題がよくよく分かるんですけど、ね、心の中に答えるんですけど、でもやっぱり時間に限りがありますからね、報じ始まってからいきなり来るとうひゃーとは思います。すいません。でもこれちゃんと答えようと思います。ということでですね、選挙って、候補者もまあ意外に大変って言いますかね、やっぱりこの民主主義に応えようって思っています。もちろん違う人ももしかしているかもしれないんだけど、基本的にはほとんどの候補者はやっぱりこの民主主義に応えて、有権者の皆さんに判断材料をぜひぜひお示ししたいなと思っているので、ぜひ、私に限らずいろんな候補者の提示している判断材料をですねご覧いただいて、厳粛にご判断いただければと思います。私はそこでちゃんと選んでいただけるように全力を尽くして、これから自分の志を訴えていきたいと思います。それでは今日はこれで終わりです。また明日の米ちゃんをお楽しみください。米ちゃんへの登録もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。